コナン第一師範学院は、中国湖南省庁佐士天神区と竹六区に本部を、奥中国の公立大学である。1903年に設置された。2019年時点では、学校の面積は1346世、建築面積は42万平方メートル、生徒数約1万9556人、教職員1155人、1161年、 コナン第一師範学院の起源となる、城南書院を、長春と、長が設立。1903年、コナン師範館設立。1903年11月、コナン師範館と、城南書院が合併し、コナン全省師範学堂を設立。2008年、名称を、コナン第一師範学院に変更。体育場、学院も、慶も、日本の大学の学部に、 ほぼ相当する。学部は、学院と、系の上の編成で、実体はなく、日本の、学部とは、位置づけが異なっている。病役がないのでそのまま記す。コナン第一師範学院図書館、蔵書数は、全館合計で、約127万冊コナン第一師範学院図書館、宿席。教学楼コナン第一販学院、スコナン第一市販学院。 http://www.hnfnu.edu.cn スラッシュ xxgk スラッシュ xxjj.htm 2020年2月18日閲覧。コナン第一師範学院略歴遠隔。ありがとうございます。